ジェフ・ウィルソンジェフ・ウィルソンは、ニュージーランド出身の元ラグビー選手、元クリケット選手、元ラグビーニュージーランド代表、元クリケットニュージーランド代表。ラグビーでのポジションは、ウィング、フルバック、インバー・カーギル出身、カーギルハイスクール卒業。高等学校時代は、ラグビー、クリケット、バスケットボール、陸上競技でも優秀な成績を残している。 カーギルハイスクール在籍時には、ラグビーの対外試合で1試合9トライ、66得点を記録している。NPC サウスランドを経て1993年、オタゴに加入。1996年に、スーパー12ハイランダーズへ加入。ラグビーニュージーランド代表には1993年に、初選出され2002年までに60キャップ、44トライ。 234得点。同世代のジョナロムー、クリスチャン・カレンナと攻撃的なバックラインを構成した。1995年、1999年のラグビーワールドカップに出場。2000年に一度ラグビー界から引退するも翌年に現役復帰。2002年に正式引退する。現役時代は主に右ウイングのポジションを担当し、フルバックとしての出場経験もある。 キックの精度が高くキッカーを任されることも多かった。ライン際での精度の高いチップキックで多くのトライを記録している。クリケットでは、クリケットオタゴ代表に選出され1993年に、クリケットニュージーランド代表に選出された。ラグビー引退後もクリケットを続け、2005年まで選手生活を送る。国際試合6試合、103ラン、バッティングアベレージ20.60。 クリケットニュージーランド代表としては2005年5月1日開催の対オーストラリア戦が最終戦となった。ラグビーとクリケットのニュージーランド代表選手に選ばれたことからダブルブラックスと呼ばれる。おじに元クリケットニュージーランド代表のジョン・ウィルソンがいる。元ネットボールニュージーランド代表キャプテンのアディン・ハーパーと結婚し2008年4月に第一し2009年に 第2子が誕生している。2003年に、ラグビー界への貢献により、ニュージーランドメリット勲章を授与されている。現役引退後は、オタゴラグビーフットボール協会ディレクターを務め、インターナショナルラグビーアカデミーコーチを経て2009年シーズンから、ニュージーランド州代表選手権に参戦する、ノースハーバーアシスタントコーチに就任。ありがとうございます。